お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ですね、私なんと初めて原監督にインタビューしました、うん、初めてっていうのは意外ですね。そうなんですよ。ですね、あのなんと今年初めて、今年初めてというかインタビュー自体をきちんとさせていただくのが初めて。よくその現場で話はしてますね。はい、あのちょっとお話をしたりとか、うん、あのご挨拶をしたりとか、あとビールかけの時のインタビューなんかをさせていただいてるんですけ ど、じっくりああいう形でお話を聞くのは実は初めてだったんですよね。あの、はい、あの2枚目というかあの目力、うん、目力すごかったです。どんな感じでしょう。うん、あ、 でしょ。 あんな感じちょっと圧倒されそうになりましたけど、ね、すごいです。でもすごいあの優しくしていただいて、うん、あの終わった後にインタビューが終わった後に改めてもう一度球場でありがとうございましたっていうふうに言ったら、はい、うん、ちょ勉強になったでしょっておっしゃって、うん、そう、私はやっぱり今回のこの巨人のこの打線のなかなかこうね、あの上がってこないっていうことすごい心配な状況なんじゃないですかっていうふうな感じで伺ったんですけど、うん、原監督はこの時点でこれを、ね、経験させてもらえたの逆にありがたいっていうことを言ってて、ね、うん、多分その分かったでしょ、よく勉強になったでしょっていうのは、うんうん、おそらく野球ってそういうもんなんだよっていうことだったのかなっていう、まあ、こういう状況ですからね、うん、なかなか、まあ、先は長いんですけど、それでもやっぱりね、いろんなことを考えれば決してこう明るくね、インタビューさえ受けるかどうか迷うようなね、うん、今の勝率ですけどね、まあまあ、やっぱりそれは原監督らしいというか前向きというか、はい、あのファンの方がどういう気持ちで今戦っているのか聞きたいだろうということを考えた上でのインタビューに答えたと思うんですよね、うん、そこら辺はねやっぱりファンサービスというかさすがですよね、はい、ちなみに今日私は初めて、うん、まあ、原監督にインタビューさせていただいたんですけれども、はいはい、尾形さんはなんかこう最近でもいいんですけど、はい、なんか初めて経験した尾形さんの初体験っていうちょっと先言ってください。僕考えます。先ですか、うん、あの初めてというかあの、まあ、今年度から日曜日、うん、まあ、このメンバーでやらせていただいてますけども、うん、あの秋元アナウンサーがですね、うん、こう椅子に座って最後こうくるっと回ってあのネオワンを振るというのは、はいはいはい、ある意味では初の試み、はい、なんかどっかで見たような、ね、なんかあれそうですか、顔がちょっと似たような方がやってたりする。あれ、え、そうでしたっけ。違いましたっけ。あの私の知り合いはですね、かつて秋元アナウンサーが膝小僧に絆創膏を貼っていたことがありまして、うん、あのそれ以来あの秋元さんの膝が気になってしょうがないと思います。おー、じゃあ見られてますね。見られてますね。それじゃあ絆創膏あえて貼ってみたらよろしいってことですね。そういうのがあの見てらっしゃる方もいるということです。お、はい、そう、膝といえば僕今日最後のね、はい、あの締めるとき、マシラーナと並んでる時、うん、僕大股開きでしたね。あれ途中でね、あ、やばいと思うんですよ、ここに座ってた時ですね。そうそうそう、やばいと思うんですけど、はい、徐々に行くのもやらしいなと思って、はい、もう動けなかった。どんな状態でしたか。こんなんでしたね。すごい、結構開いてた。これでも男性はどうなんですか、大股開きって。いや、あんまり良くないでしょう。やっぱりまあこうなるよりはいいかもしれませんけど、やっぱり、ね、まあ、楽は楽なんですよ、ね、いや本当もう気をつけますよ。僕の初めてっていうのは、はい、あんまりこうね言いたくはないんですけど、うん、初めて、人生で初めて今年お正月なんですけど、うん、眼鏡を作ったんですよ、それがですね、人生で初めてっていう老眼鏡、老眼鏡ですよ。御年40、今年4ですね、になられる大型さん44で、もうね40になったぐらいからちょっと怪しいなと思ったんですけど、やっぱり実際あの眼鏡屋さんで測ってもらったら、あのね視力はまだね 2.0 あるんですよ。それが素晴らしい。ちゃんとあるんですよ。さすがプロの世界で戦ってきたのは違う。でもやっぱりね、こうなんていうんですか、遠視というか、もう、はい、もうね字は読めるんですよ。爪を切るのが大変でね、まあやっぱもう年かなと思いましたけどね。あの秋元は爪切るのが大の得意ですんで、よかったら。いや、何の話ですか。そんなこと申しましたっけ。もう奥さんも子供もいますから、どうぞ2人で仲良くやってください、ね、じゃあお願いします、はい、ちょっと遠慮させていただきます。はい、以上みんなの初体験でした。